数十年ぶりの楽しみでうまく寝つけなかった夜が明ける。しかしすぐにその興奮も冷めてしまう出来事に直面した。娘の結婚式当日だというのに、夫が勝手にどこかへ出かけてしまったのだ。連絡をするも返事はなく、書き置きがあるわけでもない。昨夜は確かに支度をしていたはずなのに。ずっと昔から家事育児に全く無関心だった夫のことだから、心配よりも疑問と怒りが溢れ出す。せっかくの果実に娘を祝うつもりもないのかと。ふつふつと込み上げる怒りを抑えながら、それでも自分だけは向かわなければと支度をし、家を出た。おはよう。で、どうしたのお母さん。どうしたもこうしたもないわよ。お父さんと連絡が取れないの。娘に当たりたくはないが、どうしても口調が強まってしまう。怒りが再燃し、その勢いのままもう一度夫に電話をかけた。生まれてこの方経験がないほど長い長いコール音。3回、4回と数えるたびに、ふつふつと怒りが増長する。だが、こちらから切るつもりもなかった。夫が電話に出たのは8度目のコールが鳴り終わってからだった。なんだ?その一言で怒りはついに頂点に達した。なんだって何?今どこにいるの?仕事だ。急な出張が入って急いで出たんだよ。それに邪魔はしてないだろ。ちょっと、ふざけるのもいい加減に。いよいよ声を荒げそうになった直前、桃花が意外な顔をしながら目配せをしていることに気がついた。彼女は目尻を細めながらジェスチャーを交えて、切っていいよと口をパクパクさせていた。私は戸惑いながらも桃花に従い、何も言わずに電話を切る。どういうこと?何か知ってるの?サプライズだよ。がむしゃらに働き続けて気づけば30年。実家の花屋は今日も盛況。とは言わないまでも、これまでずっと守ってきた大切な職場だ。ありがとう、三つ子さん。いつも綺麗にしてくれて嬉しいわ。次もまたお願いね。常連さんが大きな花束を抱えて帰っていく。この一言がどれほど励みになるか。思い返せば、娘が生まれてしばらくして仕事に復帰した時も、あの人はとても気にかけてくれていた。娘が少し大きくなると、私の隣に立ってお花屋さんごっこをして遊んだり、興味津々にあらゆる花を指さしては、これなーにと尋ねながら店をぐるぐる回ったり。そんな娘も成人し、今では立派に社会人。私の両親の手を借りながら育てていた日々が昨日のことのように感じる。好姻屋のごとし、とはよく言ったものだ。一方、夫はというと、献身的とは遠くかけ離れた態度で、娘が生まれる前から今まで何一つ変わっていない。私が実家で働くことすら、不肖不肖といった具合である。その心根には、日本では知らない人はいない自動車メーカーの社員であるという自負があるのか、何につけてもそれを引き合いにして取り付く島もない。今では専務にまで上り詰めているからその業績は目を見張るものがあることは想像に難くないが、プライベートでの夫は全く振るわない。過去に何度も衝突を繰り返したが、私もいつしか彼に対して何かを求めることはしなくなった。実際、大黒柱であることには違いなく、我が家を支えるにあたって夫の力は大きいものである以上、文句をつけるのも気が引けるのだ。さらに怪しいことに、最近妙に出張が多い。週末に近づくと、やれ、次はどこそこだと言っては、泊まりで出かけてしまう。その裏にあるものの正体もさすがに感づいてはいたが、これも突き詰められずにいた。だが今となっては、だったらなんだという本心も無視できるものではなかった。墓場など、とうの昔に忘れ去っている。
今さらどこかで遊んでいようと、その仮説は私に大した傷をつけることもない。そんな、いい点だけを見れば、仕事一徹の父を見てきた娘の桃香が、彼に懐いたかというと、やはりそれは難しかったようだ。彼女も私と似たような心持ちだと、以前本人から聞いたことがあった。ある日、桃香から今度彼氏を連れてくると言われ、私は胸の高鳴りを感じた。ついに娘が結婚するらしい。彼氏の話は前々から耳にしており、人となりもそれなりに想像できる。会ってみなければ確信は持てないが、聞く限りでは悪い人ではなさそうだったので、その分が余計に楽しみとなっていた。が、隣にいるのは仏頂面をもたげた夫、刑事。誰だそいつは。俺は聞いてないぞ。ううん、何度もここで話してるよ。お父さんが聞いてなかっただけでしょ。桃香の言う通り、平日の夕食を囲む食卓ではたびたびその話題が上がっていた。私が初めて彼氏の存在を知ったのもそのタイミングである。で、どこのドイツなんだ。仕事は何してる。それも私は知っている。なぜなら娘の話に耳を傾けていたから。そして当日、はじめまして、志村東也と言います。いらっしゃい。お話はかねがね。いつも娘がお世話になってます。さ、上がって上がって。夫は口どころか顔すら出していない。奥ででんと構えるのが父親のあり方だと思っているのだろう。それをするなとは言わないが、だったらせめて育児くらいは手伝ってほしかったものだ。すべてを知っている身からすれば、滑稽に思うと同時に恥ずかしくて仕方がなかった。案の定、夫は奥であぐらをかいて古典的な頑固親父を熱演していた。それなりに奮発したお茶とそのお茶受けが並ぶテーブルは、一人を除いて想像以上に花が咲いていた。話題はもっぱら娘の昔の話で、何歳の時にああだったとか、高校ではこうだったとか、そんなたわいもないものばかり。そのせいか、桃香は終始顔をあからめていた。肝心の東也くんはというと、娘の話通りの好青年といった具合で、印象はとてもいい。しばらくして、夫がようやく口を開く。君、仕事は何を？ IT 関係の会社に勤めてます。そんなに有名なところじゃないんですけど。収入は？早くに一人暮らししているくらいには安定してるよ。お母さんに負担かけたくないって言ってね。その言葉を聞くやいないや、私の横に座る夫の顔色がみるみる変わっていった。伊達に専務を務め上げているだけあって、言葉の端々にある小さな隙をも見逃さない。お母さんにってどういうことだ？もしかして片親なのか？ちょっと失礼でしょ？いえ、大丈夫ですよ。事実ですから。なんだ、お里が知れるな。本当に大丈夫なのか？バリ雑言極まりない無礼な一言に私はそっと押しかけた。自分一人で昭和の頑固親父を気取っている分には何も言うつもりはなかった。だが、こんな言葉が飛び出した以上黙っていられるはずもなく、衝動に駆られるままに立ち上がり、自分でも驚くほどの大声で夫を非難した。なんてこと言うの？非常識にも程がある！さすがの夫も一瞬気をされたようだったが、すぐに普段の厳格さを取り戻し、甘津さえ反駁してきた。だってそうだろ。まともな教育も受けてないんじゃないか？いい加減にして、東也くんに謝りなさい。夫は昔からそうだ。いわゆる学歴至上主義的な部分があり、そのせいで今でも高卒の私ですら下に見られている。実家の花屋を継ぐか否かは刺したる問題ではないのだ。おそらく彼はいつからか、私そのものを肯定する気がなくなったのだろう。それはそうと、
過去の出来事をむやみに掘り起こされた彼の心中はいかばかりか。一通り言い終えてから東也くんの方を見やると、意外にも彼はこともなげに、むしろこちらを心配するような視線を向けている。これはどうしたことだろうかと怒りの隙間に疑問が芽生えると、それからすぐに彼が声を上げた。お母さん、大丈夫ですよ。お気遣いありがとうございます。どうにも不思議なことに、その言葉には遠慮やいさめなどの色が含まれていないように感じる。やっぱりお父さんがいる時に連れてくるんじゃなかった。桃香がぼそりとつぶやくと、曲がりなりにも父親である心に何かが刺さったのかもしれない。それ以降、夫はお似合いの仏頂面を下げたまま一言も発することはなかった。結婚式まであと1ヶ月と少しという段になり、私の中では期待もさることながら、どこかで不安も膨れつつあった。頭を悩ませているのは、言うまでもなく夫、刑事の存在である。東也くんはあれから式に向けての準備をするために娘と我が家を訪れたが、夫は一向に打ち解けようとせず、まともに顔も出さない。それどころか、娘のいないところではまだ不満を垂らしていた。一体何が気に入らないというのか。人当たりも良く、性格もまっすぐで生活も安定している。学歴だって悪くはない。逆に自分以上に稼いでいたら、それはそれで文句を言っていたことだろう。それほどまでに母子家庭だったことが気にかかるのか。こと育児に関してのみ言えば、我が家もほとんど同じだというのに。せめて式が無事にお開きとなるまでことを荒立てないでほしい。私はその一心で、ついには夫に直訴することを決めた。あなたが何を言おうと、何を嫌がろうと、私は桃香が信じた相手を信じる。あなたに何かを決める権利はないし、その資格もない。どれだけ会社でうまくやっていても、それは家では通用しないから。だからせめて、結婚式が終わるまで静かにしてて。夫はふんっと鼻を鳴らしただけで何も言わなかった。この行為にどれだけの効果があるのかはわからない。ただ、これまでの言動を鑑みるに、改めて釘を刺しておかないわけにもいかないだろう。娘が一番輝く晴れ舞台を、つまらないいさかい一つで台無しにしたくはないのだ。式を目前に控えた夜、夫はめかし込むための衣装を探しているのか、クローゼットの前に居座り、時間をかけて吟味していた。それを部屋の外から見た私は、内心安堵した。なんだかんだ言っても、娘の新たな門出を祝わないという選択肢はないらしい。そんな当たり前なことでこれほどほっとするとは、よもや夢にも思っていなかった。そして迎えた当日、熟睡できずに眠気の残る久しくなかった興奮が勝る朝。気もそぞろに布団を出るとすぐに異変に気づいた。家の中がやけに静かなのだ。夫と寝室が分かれてから随分経つ。いや、随分どころか娘が生まれてから一度もなかったかもしれない。それだけ記憶になかった。だから夫が深夜に布団から出ようと私がそれを察知する術はない。顔も洗わず家中を見て回るも、どこにも彼の姿はなかった。まさか、と思い電話をかけるも繋がらない始末。こんなに大切な日よりも出張が大事だとでも言うつもりなのか。万が一本当に出張だったとしても、事前の一言すらなしに出ていくほど白状なのか。煮えくり返る腹渡にいつまでもかかずらっているわけにもいかず、どうにかして平静を保ちながら支度をするしかなかった。おはよう。って、どうしたのお母さん。どうしたもこうしたもないわよ。お父さんと連絡が取れないの。娘に当たりたくはないが、どうしても口調が強まってしまう。怒りが再燃し、その勢いのままもう一度夫に電話をかけた。生まれてこの方経験がないほど、長い長いコール音。3回、4回と数えるたびに、
ふつふつと怒りが増長する。だが、こちらから切るつもりもなかった。夫が電話に出たのは、8度目のコールが鳴り終わってからだった。なんだ。その一言で、怒りはついに頂点に達した。なんだって何？今どこにいるの？仕事だ。急な出張が入って急いで出たんだよ。それに邪魔はしてないだろう。ちょっと、ふざけるのもいい加減に。いよいよ声を荒げそうになった直前、桃香が意外な顔をしながら目配せをしていることに気がついた。彼女は目尻を細めながらジェスチャーを交えて、切っていいよと口をパクパクさせているのだ。私は戸惑いながらも桃香に従い、何も言わずに電話を切る。どういうこと？何か知ってるの？サプライズだよ。新郎新婦への手紙が読み終わる。だが私の心境はそれどころではなく、本来なら泣いているであろう内容も全く耳に入ってこない。当の本人たちはというと、泣いてはいないがしっかりと聞き入っていたようで、その顔にはしかと感動が浮かんでいる。今はただ、新郎である東也君とそのお母さんに申し訳が立たない気持ちでいっぱいだった。式が始まる前、桃香は自分のスピーチになったらお父さんに電話をかけてほしいと言った。その時は着実に近づいている。サプライズと言った手前、何か企みがあるのは想像に難くないが、それがどういったものであるかは点で予想ができない。娘が壇上に立つ。スタッフがマイクの高さを調整している間、彼女は私に意味深な視線を送り、うなずいた。おそらくは今のが合図なのだろう。選択の余地はなく、また考える余裕もない。私はただただ桃香の言う通りに動くしかなかった。サプライズと言われれば聞こえはいいが、実際のところは何も知らされないまま踊らされているような感覚すらあった。不快とまでは思わないが、どうしても不可解ではある。何から何まで全てが少しずれている。自分の知っている結婚式とは似て異なる、何がしかのショーを見せられているような感覚に陥った。仕事と言っただろう。何度もかけてくるな。電話の向こうで悪態をつく夫の言葉を無視し、娘が読み上げ始めた私たち両親への手紙を聞かせる。桃香を信じるならば、ここに全ての答えが詰まっているのだろう。私はとてもいい人に巡り合いました。心優しく、相手のことを深く理解し、さりげない気配りができる素晴らしい人です。そんな東也さんを育ててくださったお母様、そして今日この場にいらっしゃるお父様に深くお礼申し上げます。この場にいらっしゃるお父様？先ほど改めて挨拶に伺った時にはお母さんにしかお会いしていない。そもそも彼は母子家庭で育ったと聞いている。私が何か聞き間違えたのかと首をかしげた。さあ、ここでサプライズゲストです。金城正幸さん、どうぞこちらへ。私も同じリアクションだった。それ以外に言葉が浮かばない。金城正幸といえば、あの株式会社金城自動車の社長ではないか。それはつまり、夫が勤める会社の社長に他ならない。皆様、本日は新郎新婦となる二人のためにお越しいただき、誠にありがとうございます。ご紹介に預かりましたのは、新郎東也の実父である金城正幸でございます。まずは二人に、今一度盛大な拍手をお願いいたします。今、なんて言った？金城？実父？私よりも状況の整理がついていない夫は、明らかに電話越しにうろたえている。普段そんな場面を見ることがないので想像するのは難しいが、伊達に30年の付き合いではない。彼は今、激しく焦燥していた。電話を切ることもできるだろうに、それさえできないほど思考が追いついていないようだ。割れんばかりの拍手が止むと、金城がにこやかに口を開く。ありがとうございます。さて、
突然ですがお伺いします。皆様はサスペンスはお好きでしょうか？結構いらっしゃいますね。であれば、これからの演目もきっと皆様の胸を打つことでしょう。もちろん、新郎新婦の晴れ姿には到底及ばない、ほんの些細な余興ですが。松原美津子さん、そのお電話をこちらにお渡しいただけますでしょうか。ここで私の名前が上がる。何が起こるのか、と固唾を飲んで静まり返った会場から視線が一点に注がれる中、一人そそくさと歩き、壇上へとたどり着く。あの、主人がお世話になっております。これ、主人とつながったままお渡ししても。間近で見たことで、私の所見は確信に変わった。間違いなく、金城正幸、その人である。彼はこれから何をしようというのか。絵も言われる不安感が全身を包む。ええ、ありがとうございます。私が元いた席に戻ろうとすると、どこからか音もなく式場スタッフが現れ、こちらにどうぞと椅子を持ってきた。否定する理由も特にないので、段から少し離れた隅に腰を下ろした。やあ、松原君。ここでもつながるなんて愛縁起縁。世の中は実に狭いものだね。ところで、どうして君はこの場にいないんだ？金城社長が持つスマートフォンから私にだけギリギリ届く程度の音量で、夫の震える声が聞こえる。社長、ですか？そう。君のよく知っている顔だよ。それで、娘の結婚式をほったらかして君はどこで何をしているんだい？金城社長の声色がだんだんと暗色をまとい始める。それを察したのか、電話越しの夫は何とかして言い訳をひねり出そうとあぐねていた。出張です。急な案件が入りまして、それで。いや、私はここに来る前、しっかり確認してきたさ。冠婚葬祭により休みときちんと申請してあった。だから誰も君に仕事なんて回していない。疑うのならそこにいる慶子君に確認してみるといいよ。なんでここに社長の秘書がいるんですか？私一人で来ています。ほう、私の秘書の名前は慶子というのか。いやいや、初耳だ。私は今までずっとマリコだと思っていたよ。壇上の金城は淡々と続ける。その様子を見て、静寂に包まれていた会場が、風に吹かれた梢のようににわかにざわめき出す。私は以前何度か社長と会ったことがある。しかしその前にお会いしているのが金城社長の秘書、田中真理子さんだ。私ですら覚えているというのに、夫はどうやら釜をかけられたようだ。そしてそれに見事引っかかった。それが表す事実はたった一つ。夫はやはり不倫をしていた。それからもう一つ。マリコ君には我が社の経費着服の疑いがかけられている。まあ君には関係ないとは思うが、そこにいるなら伝えておいてくれ。待ってください、社長。誤解です。私は不倫なんてしてないし、会社の金にも手を出していない。わずかに夫のおえつが聞こえる。まさか犯罪にまで手を染めていたのだろうか。と疑いの目が顔を覗かせるが、それについては今は確かめる手段がない。ああ、そうだろうとも。月に言い逃れるといい。だがね、実のところこれらは重要ではないんだ。一番の問題は、君が息子を侮辱したことだ。君の娘さんに教えてもらったよ。男としても、父親としても、人間としても、すべてにおいて失格だ。とどめが刺された。私はすべてが終わったんだと、金城社長の背中を見ながら、静かに悟った。黙っててごめんね、お母さん。あのタイミングで鼻を明かして、別れて欲しかったんだ。式の日の夜、
娘は事のあらましをようやく話してくれた。彼女は、東也君との結婚が決まった時点で、夫の悪行の数々を聞いていたらしい。今回の結婚式で起こった一連の騒動はすべて、桃花、東也君、金城社長の三人で企てた壮大な計画だった。目的は言うまでもなく、夫の不倫と犯罪を衆目にさらすこと。そして、それを突きつけた上で、私に離婚の決意をさせること。まず、金城社長の秘書、田中真理子さんとの関係。出張という名目でほぼ毎週末外泊していたのもそれが理由だったそうだ。相手に関しては意外ではあったが、留守がちにしていた理由はあらかた想像がついていたので、察して痛手を被るには至らなかった。それよりも問題なのは金銭着服の方だった。これは完全に犯罪である。金城社長曰く、すでに刑事事件として捜査が始まっており、夫はその主犯として容疑者になっているらしい。田中さんは不倫相手であると同時に、その幇助まで行っていたとのことだった。お母さんにはもっと自由に生きてほしい。仕事だってずっと花屋なんてみたいな顔して見てたし、そのくせ自分はあれこれ好き放題してるなんて、どう考えてもおかしいもん。だからこれからは自分のやりたいことを精一杯やって。私も晴れて結婚したしね。そこまで言うなら。実際未練は何一つない。束縛と軽蔑から解放されることは喜ばしいことだ。多少振り回されたとはいえ、三人の行為は素直に嬉しく思えた。だからこそ私は人生で何度目かの大きな決断を下した。お母さん、この鉢どこに置けばいいの？それはあっち。棚の前に置いといてくれれば後で私がやっておく。嫁にも行き、すっかり自立したと思っていた娘だったが、結婚してしばらくすると、ことぶき退社だと言って元の仕事を辞め、彼女もまた実家である花屋の手伝いをしたいと願い出てきた。断る理由も特になかったが、今までお首にも花屋を手伝いたいと言ったことがなかった桃花にその真意を問いただすと、こんな答えが返ってきた。だって娘だもん。かつて自分がこの店を継ぐと決めたとき、果たして何と言って解き伏せたのだったか。今となってはもう覚えてはいない。だが、似たようなことを言った記憶だけは、おぼろげながら残っている。結局私はその一言で丸め込まれ、上司として、先輩として、そして母親として、共に仕事をしている。一変した環境に私は臆するでもなく、むしろ生き生きとでき、ますます仕事に精が出るようになった。相変わらず繁盛とは言い難いが、それでも肩の荷が下りた気がして、今では純粋に人生を楽しむことができている。それもこれも、娘夫婦と金城社長のおかげだった。さらに変わったことがもう一つ。桃花が結婚してからというもの、娘はたびたび東也君を連れてくることがあった。お母さん、僕も手伝いますよ。その一言に救われたことが、果たして我が家の30年間に何度あっただろうか。片手で指折り数えるのもアホらしい。東也君は常に他者に気を配り、声をかけることができる、よくできた人間だった。比べるのが申し訳なく思うくらい、雲泥の差があった。ありがとう。でも大丈夫。その気遣いだけで十分だから。娘夫婦が来た日の夜は決まって三人で食卓を囲んだ。とても豪勢ではないが、それでも今までが嘘のように華やいだ時間だった。うわ、これめっちゃうまいです。そう言うと、彼は豚の角煮を頬張った。何のことはない料理だが、美味しそうに食べてくれるところを見ると、こっちまで嬉しくなるものだ。彼にはそういうリアクションが一切なかった。代々受け継いできた秘伝のレシピだからね。え？そんなのあったの？だったら嫁入り前に教えてよ。冗談よ。さじ加減がうまいだけ。桃花にはまだ早いかな。ムカつく。一言余計なんだけど。
大丈夫。桃香の料理も十分うまいから。娘はきっと幸せになれる。こんなにもいい人がそばにいてくれるんだから。ごめんください。いらっしゃいま、あら、金城社長、ご無沙汰してます。まあまあ、そうかしこまらないでください。まずこれ、まさか成果を手土産にするわけにもいかないので、ちょっとしたお菓子です。お嫌いでなければ。気づけば、あれから半年もの時が流れていた。婚姻とは実に恐ろしいものである。なんだか気を使っていただいてすみません。とんでもない。ところで、今お時間よろしいですか？大丈夫ですよ。何かご用でも。それは、元夫が業務上横領罪で実刑判決を受けたという知らせだった。もちろん主犯の彼のみならず、その幇助をしていた元秘書も同様の刑罰に処されたとのこと。とっくに愛想の尽きていた元夫の知らせを聞いても、いまいち何とも思えない節があった。当然の報いである。半年前に離婚した際に慰謝料はもらったし、もう関係のないことなのだ。故に、なんでわざわざ金城社長が自らここへ訪れたのか、その真意を測りかねていた。それから、松原さんにはお詫びをしたいと思いまして。はて、何のお詫びだろうか。心当たりのない告白に思わず身構えてしまう。挙式でのことです。私はあの時余興だと言ってしまいましたが、その内容はあなたの人生を大きく左右するものだった。軽率な発言でした。申し訳ありません。言うや否や彼はきっちり腰を折り、深く頭を下げた。金城さん、顔を上げてください。あれはもう終わったことです。それに私は、現状にとても満足しています。これは、あなたと娘夫婦のおかげなんです。感謝こそすれ、非難なんてできません。一息置いてから続ける。それに、あれはきっと娘の提案だったんでしょ？娘は言っていました。鼻を明かしたかったと。だからどうか気に病まないでください。金城社長はようやく顔を上げる。その表情は様々な感情が入り乱れた複雑なものだった。いやいや、母親に隠し立てはできないということですか。恐れ入る。ご存知の通り、私は育児に手を貸すことができませんでした。私も父親失格なのです。恥を忍んでお伺いします。当家の母は、彼をきちんと育てられたのでしょうか。ええ、それはもう立派なご子息ですよ。